はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうぜ。はい、今日はですね、ついにこれが我が家にも届きました。こちらです。おいしょー、でかい。めちゃくちゃでかい。はい、今日はね、これ、ワンピースのね、とあるグッズなんですけれども、これを開封していきたいと思います。映ってる？それで行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。グッドボタンいつもありがとうね。励みになってます。ありがとう。さあ、こちらですね。まあ、最初にちょっとこれから出そうか。ちょっともしかしたらね、サムネとタイトルでね、びっくりした方いるかもしれないんですけれども、こちらでございます。はい、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 はい。よいしょー。やべえ、ちょっと待って。いや、すげえテンション上がってる、今俺。はい、こちらです。バーバー超合金サウザンドサニゴー、よいしょ。いや、めっちゃ嬉しい、これ。やばいね。はい、今回ね、動画にしていくのはこちらでございます。皆さん、これゲットされました？これ何かっていうとね、超合金シリーズですね。もう超リアルサニー号ですね。で、公式の方とかでもね、ツイートとかされたりしてたんで、まあ、ご存知の方も多分多いと思うんですけど、買っちゃいましたね。一応、こちらね、確か定価は3万2千円だったから。だから僕ね、アミアミさんで買ったんで、20% ぐらいオフで買えたのかな。税込みで2万円後半ぐらいだった気がする。よっしゃ、ちょっとじゃあ早速ですが、開けていきましょう。それじゃあ、開封。はい、じゃあ早速ですが、開封していきたいと思いまーす。もうさ、箱が豪華。箱映え。箱横。ちょっと入りきんない。ごめん。箱後ろ。箱後ろは結構いろいろとなんか書かれてるね。この部屋は何です？この部屋何です？ってやつですね。ワンピースのね、コミックスの46巻で、SBS はね、全部サニー号の特集になってたりするんで、まあそことね、どのぐらい近いのかみたいなのもちょっとね、見ていきたいと思いますんで。楽しみ！はい、箱横。もう最高なんだけど。はい、で、箱上ですね。もうそう、これが楽しみなのよ。このソルジャードックシステムのこのね、こいつら。楽しみ！あ、そこも一応ありますね。で、そこはまあ注意書きとかですね。よし、じゃあ開けるよ。いや、マジで、本当に楽しみにしてた。映りきってないよね、もうでかすぎて。はい、はい、はい、はい。あ、なんかすごい、待って。なんかすごい、なんだ。細かいパーツ系ですね、これね。細かいパーツ系が、ここに入ってます。はい、いきます。あ、すごい。ぎっしり詰まってる。どうしよう。あ、結構細かいっすね。本当に細かい。うわぁ、もう、これ何これ、かわいよっす。いや、これもじっくり見ていこう。いや、マジで嬉しい。本当に嬉しいな。さあさあ、ちょっと組み立てますか。おーい、おーい、やば。待って、むちゃくちゃ細けえじゃん。あ、この説明書めちゃくちゃ分かりやすいっすね。もう組み立て方もカラーで作られてるんで。完成しました。おい、ちょっと何これ。ちょっと待って、もう何も言えねえんだけど、やばすぎる。ちょっとマジでサニーです。これマジでサニーだわ。当たり前だけど、正面こんな感じですね。はい、前からもう最高なんだけど、マジで。ちょっと細かく後で見ていきますからね。はい、そしてこっち側。いやー、もうやばいな。はい、そして線尾からですね。後ろからですね。いやー、もうや、あー、もうやばい。ちょっと待って、もう喋りたいこといっぱいある。行きましょう。はい、ちょっとね、僕初めてやったんですよ、この超合金シリーズで。いつもだったらフィギュアとかを撮るじゃないですか。それとはまた違いましたね。なんか何が違かったっていうと、やっぱね、ちょっと細かいんですよね。フィギュアとかってそのキャラの表情とか、そのキャラの良さとかもなんですけど、まあこのサニー号とかは、まあそのどっちかと言ったら、まあメカというかね、まあ建物とかメカとか、まあプラモ寄りだと思うんですよね。で、そうなった時にやっぱすげえと思うポイントが、やっぱ細かさだと思うんですよ。いや、本当に細かい。ちょっと見ていきましょう。マジで細かい。ちょっと何個もあるんでね。まずちょっと全体上からこういきましょうか。いや、もうこっから見てもめちゃくちゃ細かいの分かります？いや、もう。マジで原作のサニーなんですよ。わあ、でもこの下の人たち、ソルジャードックのこのシステムめっちゃマジでやばい。いや、マジで半端ないっすね。うわあ、これ出来やば。もう、いや、やばいね。うわ、サニー、いや、細かいな。細かいし、この色とか発色とかも俺もうね、完璧だと思いますね、これ。いや、これ本気出してきましたね、バンダイさん。マジで魂ネーションさん、すごいわ、これは。でね、このサニー号もうめちゃくちゃその作りはもちろんすげえなと思ったんだけど、それプラスでね、ギミックがマジで多い。行きましょうか。ちょっとギミックをね、こっから見ていきましょう。これね、まず、はい、チキンボヤージ行きます。この原作通りのこだわり。これでね、飛び降りられたやつのね、怒りとか逃げましたからね。これでちょっと進んだりね、バックもできますからね。反戦なのにバックできるから。っていうのと、俺ちょっとガオン砲初めてやるんですけど、ガオン砲、どうやって出んの？これで出んの？ここかな？うわ、何？
たもん法出たぞやばちょっと待って、今見た、ここを、このここをこうやってカチッてやるとガン法出んので、どうやって、あ、こうかで、こうしてこうしてどうやって戻すのこれ、え、どうやって戻すのこれ、え、どうやって戻すの、あの、すいません、どうして戻すちょっと戻し方わかんない、戻すときはガン法カチッとなるまで押し込んで口を閉じる、なるほど、で、戻すときはここをこう、あ、カチッって言った。ああ、オッケーオッケー。なるほど、なるほど。結構奥まで行かなきゃいけないんだ。これ奥まで行くと戻って、で、ここをこうやってカチッってやると、ガンホーボーやば。いや、これテンション上がる。ちょっと待って、やば。いや、ごめんなさい。皆さん、俺が近い。ちょっとこうして動画をするよ、これ。細かいところのこの、なんつうの作りがね、もう文句なしっすね。色合いも含めて。やっぱどうしてもだとさ、プラモとかだと、その、例えばだけど、こういったさ、ところとかで、あの、切り目とかやっぱ出るんですけど、もうそういったところもマジでないから、こだわりが半端ない。で、あとね、やっぱすごいのが、中が見れちゃうんですよね。ここがですね、外せるんですよ。そう、ここがこうやって外れんの。外れた。わーやば。で、僕ちょっと調合機初めてだったんですけど、ここが、ほら、ちょっと鉄っぽいですね。で、他はね、プラスチックの部分が多いっていう印象ですね。部分部分によって、その調合金、この鉄の材質で作られていて、まあ、触った感じ、7割くらいはプラスチックなのかなって感じするな。で、こうやってね、しっかりした部分、こういったのは、鉄でできてる印象ですね。では、これ外せるんすよ。ちょっと待って、やば。で、あと外せるのがここかな？そう、ここ。ダイニングですね。キッチンダイニング。で、あと外せるのが、こう、お風呂場ですね。お風呂場も外せるのと、あとここかな？図書室かな？見て、ここの中とかの細かさ。これ見えます？図書室の部分ですね、これね。お風呂の下の。めちゃくちゃ細かいんですよ。細かいの久しぶりに触る人はね、ちょっとマジ注意した方がいいかも。いや、俺ね、ほんとはここも外せるんですよ。けどもう怖い。なんか壊しちゃいそうで。あ、で、こことか、ナミさんの測量のね、この机とかもある。細か。で、見れるのが、ちょっと中まではごめんなさい、見えないかな。で、ちょっとね、ごめん。暗くて見えないかもしれないですけど、上が、女部屋で、下が男部屋ですね。で、これね、マジで中もちゃんと作られてるんですよ。こことかね、掘りごたつがあったりとか、でね、上ね、ちょっと見づらいんですけど、あそこにあの、ドレッサーとかがあったり、ほんと原作のその、小田さんの設定で、あるものがちゃんとある。マジ細かいと思う、これすごい。で、こっちはね、上が、ダイニングキッチンで、下がアクアリウムバーですね。で、このアクアリウム、ごめんね、暗くて見えないんですけど、これ壁にちゃんとね、あの、水槽のね、絵が描かれてるんですよ。あ、ここのね、剥がしたところの裏側、ほらこんな感じでアクアリウムバーのね絵がねちゃんと描かれてる。であとね、ちゃんとこの廊下があるのがちゃんとすごいと思う、マジで。で、ここにちゃんとね、大砲もあるんですよ、ほら。マジで原作通りなので、ちょっと見づらいと思うんですけどね、多分ね、冷蔵庫もあるんだよね、あそこに。で、ここは大浴場と、あとトイレとかですね。いや、マジすげえ。で、あとこれ前から見た時のさ、ここ細かい。これはチャンネル切り替えとか、ここにあるさ、そのレバーとかもあるんだよね、よく見ると。で、これ見てください、マジでこの大きさ、これですからね。このダリンのこの細かさやばくないっすか。でね、僕的なね、好きなポイントここですね。皆さん、あそこのキー見えますか？あそこのキー、ちゃんとね、原作通りブランコついてるんですよ。これね、こっちだけブランコついてるんですよね、確かね。いや、マジで細かいと思う。しっかりブランコあんのよ、あそこに。やば。ぜひ皆さんに、ね、このサニー号ね、お手元ない人も、46巻の SBS 見てみてください。本当にこの設定で、ね、ここにブランコがあるんですよ。それも再現されてるっていう。はい、で、後ろっすね。いや、後ろはやっぱちょっとこれ、少年心くすぐられるよな。まずね、ここ、火事が動きます。いやー、いいね。この重みもちょうどいいんですよ。なんか、スカスカスカじゃなくて、この、なんかね、この重厚感ある、この何？ちょうどいい重さ。これ触って、みんなね、ここマジで触ってもらいたい。ここのこの重みがね、もうね、完璧。で、ここよね。ここってさ、絵でもさ、結構黒く描かれるじゃないですか。だから、ここまでなんか、しっかりと、このスクリューみたいになってる感じなので、ちょっと興奮してますね。少年心くすぐられるね、これ。で、クードバスターバーって出るところ、ここでしょ？やばいんだけど。いやー、ちょっとテンションダダ上がり。はい、で、あとなんと言ってもこの子たちじゃないですか。もう、テンション上がるの。ソルジャードックにね、格納されてる兵器たちですよ。ここですね、一応下に突起があって、ここにね、もうしっかりと、このグラグラすることなく、もうしっかり固定できるんですよね。そこめちゃくちゃいいと思う。僕どっちかというとね、こうやって飾りたいなと思ってたんで、もうこれはありがたい。はい、まず白木馬地方。これ待って、見てください、これ。このレベル。この突起のレベル、このレベル。いや、すごいね。いや、これを作ってるって、いや、すごい
いと思う。白木はイチゴマジですごいなこれ。いや本当にこれ飲もうと思えば飲めるもん。下手なあのカプセルの薬よりちっちゃいんじゃないのってくらいちっちゃいんだけどいやすごいっすね、細かさが本当にすごいと思う。でね、これあの一人乗りをね忠実再現してて、まあナミさんがね乗りこなしてましたけども、原作でも。いやこれやっぱ細かいのってやっぱ可愛いし、やっぱテンション上がるよね。それがここまで細かいとやっぱすごいわ。もうなんて言っていいかわからん。やば、いやちょっと待って、いやちょっと待って、ちょっとやっぱ嬉しいな。やっぱこのメリーの顔が見れるってやっぱ嬉しいね。ミニメリー2号ですね。4人乗り買い出し線ですね。もう白木馬の方が多分細かくてね、目がなかったんですけどね、メリーはちゃんと目があるのよ。これいやすごいねこれ。でね、あのこのパドルシップのところもしっかりできていて、あと煙突もこうあってね、でダリンもあるんすよ、しっかり細か。いや顔もしっかりですね。ごめんね、ちょっとカメラでね撮れないレベルで細かいなこれ。もっといいカメラ買いたくなるな、こういうの見ると。こんなにちっちゃいのにすごい作りしっかりしてるんですよね。はい、お次はシャークサブマジ3号ですいやもう超可愛いんだけどこれ。でここね、いやここがすごいと思う。普通ねこんな細かったらね、これ省略しちゃうと思うんですよね。これこう伸びますからね、原作だとウィーンって伸びてね、この偵察用のねここ覗くやつ。いやもう文句なしっすわ。いやこれ超可愛いね。うわ待って、これハッチのこの、うわハッチの穴とかまでちゃんと作られてるよ、出入りするとこ。いやこれは可愛い。はい、お次はクロス FRU4 号。こまけ、いやこれやっぱテンション上がるこれ。あ FRU ってしっかり書いてある。いやすごいね。もうなんかもう何も言わなくてもいいぐらいだなこれ。どうしよう、フランキー将軍の腕ですからね、フランキー将軍の腕の略ですから。かわいいこれあこれ目はちゃんと書かれてるかな、目もしっかり点々書かれてるんですね。あで4もしっかり入ってて、ここにね。はい来ました、ブラキオタンク5号チョッパー司令官がテンション上がるやつだ。いや細かいねこれも。ちゃんとねあのバトルフランキー38号のねここも書いてあって、ここですよこのフランキーが乗るとこいやーすごいわ、マジで細かい。いや極めるとすごいねやっぱり、もう本当におもちゃの極みだと思うこれ。はい、そしたらちょっと僕も初めて触るとこ行きたいと思います。これね、ソルジャードックシステムがマジでできるらしいんですよ。もうそこがやりたくてしょうがなかった。ここね、ちょっと行くよ。これどうやって開けるのこれ。開いたぞ。あ、まあもうやばいんだけど、何これ。もうこれもうパワハラだよね。もう何これ、これもうギミックのパワハラだわ、もうもはやちょっと語弊があるかもしれないけど、いやそのレベルでやばい。いやすげえ。だからこここうでしょ、これ今5だったよねチャンネル。だからこのチャンネル5にこうブラケタン5個入れて、入んの。うわ入った入った入った、うわしまえたしまえたよ。いやそんでちょっと皆さんいきますよ、このサニーゴのここ見てください。ここでこう開いて、うわうわ待って、これもしやでですね、何やらこんなものがついてきてるんですよ。おやっとおやっと、ちょっとマジ、ちょっとマジかこれ、マジ、これマジマジっすか、いいっすかいいっすか。あっ、ちょっと待って待ってやばいやばいマジだこれ、ちょっと待って。いやーな、これもうやばいわ、ギミックのパワハラだこれ、もうもはや最高すぎる。ちょっと待って、マジですごい。本当に賞状渡したい。いや、これ待って。やばくねこれ。うわ、ちょっと入れていいじゃん、これみんな。うわ、どっちに飾るか悩んじゃうじゃん、こんなんなったら。どうするね。うわ、ここちゃんと固定さできんだよ。待って。何これ。遊び心マックスじゃん。ゼロは確か、あれですね。原作でもパドルシップなんで、あ、一応入れれるんだ。あの、チャンネルゼロにも一応入れれますね。だから本当に全部入れて、ゼロにもなんか入れたいなって人は、なんか、あれはカキピーとか入れればいいんですか？カキピーをこうやって収納もできる。カキピーちょうど収納したいなって思ってた人はできますね、ゼロに。で、今ね、こっち側外してたんで、これつけて、ちょっとソルジャードックシステムで遊びましょう。よし、じゃあ行きます。ウィーンガシャン。ウィーン。白木馬1号。ミニメリ2号。シャークサブマジ3号。クラサイ FRU4 号、ブラキオタンク5号、エントリーナンバー0、カキピー。はい、そんな感じでございました。改めて全体を、いやーもうすごい、もうマジでね、すごすぎてちょっと正直何にも伝わったかなただただなんかニヤニヤしてただけかもしれないんですけど、いやーマジでね、細かな作りとかも含め、ギミックも含め、もうめちゃくちゃ最高のサニー号だと思う。まあもちろんね、完璧にね、原作の部屋が全部見れるかって言ったらそういうわけではないけども、まあもう十分満足ですね、すごい。で、あとそうだ、ここのね、あのガフスル、あのブリガンティンスルね、ブリガンティンスルも一応ね、ここ動くんですよ。このここだけで、ここだけでね、こう動くっていうギミックもありますね。あ、みかん畑もあるからね、ナミさんのみかん畑も。いやこれどの角度から見ても楽しいやつだね。
本当にもうこの我らが麦わらの一味の船を、この我らがサニー号をこの手元に置けるのは半端なく感激しますね。嬉しいよね、ここまでのクオリティだと。はい、というわけで超合金サニー号フィギュアでした。いやもうやばすぎ。いや最高。こっちちゃんと滑り台になってるとかね、細かい気づきがちょっとまだまだあるわ。ちょっともっとじっくりかけて見ていきます。はい、今日はそんな感じでございました。一応ね、あのこのサニー号のリンクね、アマゾンリンクとちょっとあの概要欄貼っときますんで、気になった方は見てください。はい、今日はここまで。今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録やグッドボタンお願いします。明日も楽しもう。またね。はい、もう最高のねサニー号ねゲットしたんですけど、ちょっとねあの困ったことがありまして、ですね、ちょっとですね困りましたね。置く場所がね。だからお願いお願いします。チャンネル登録お願いお願いします。そしたら